さらに土砂災害警戒情報発令後から極めて危険な区域に入る避難勧告発令時まではわずか1時間の余裕しかなかったことも確認できます。これは避難勧告が発令され約30分を経過した八本町南地域の避難経路の一部が浸水した状況です。これは七つ池受水口前の道路で、主要道路としては最も低い場所です。水路の水位は上がり、氾濫直前の状態で、氾濫すれば避難経路に利用できません。